えっと、奈良さん、昨日ですね、はい、群馬、ラ、はい、スパクサツ群馬、正田昭和スタジアム、群馬に行ってきまして。お疲れ様でした。いえ、お疲れ様です。いや、お疲れ様じゃないですよ。<laughs> 早く終わりましたんで、疲れなかったですけど。<laughs> まあ、なんと、まあ、知ってる方もいると思いますけど、はい、雷で、前半30分で中断をしてしまいまして。はい。この試合がどうだったよっていうのを奈良さんに言おうと思ってたんで。まあ、一応中断しちゃったんですけど。はい。これで これだから、はい、いろいろ僕も聞きたいんですけど。聞きたいえ、えっと、そういう、なんですか、雲行きが怪しいとか、そういうのはなんかあったんですかあのー、もう行って2時間前とかに行くじゃないですか。はい。キックオフの。はい、その時にも、雲があるぞっていうのはなんか、言ってましたね。ところどころで、その雨雲、レーダーで映ってて。はい、まあでも雨だけのパターンもあるし、みたいな。うん 僕はそんなに気にしてなかったんで。はい,はい。気にしたくないじゃないですか、そういうのって。はい。うん。そしたら、1時間前とかにちょっと雨が降ってきて。パラパラ。いや、ちゃんと降ってましたね。ああ、そうなんだ。一回、でもすぐやんだ。だらなんか、ちょっと部分的にこう、雨雲がこうあるような。はい。感じだったんですけど。はい。はい、で、始まって。始まりました。で、で だってえ、ちょっといいですか、はい、どっちも負けられないですよね。いや、そうなんですよ。ですよね。だから、群馬は勝ったら、昨日だから、長崎とか大分が負けてるんですよ。昨日ってか、土曜日からうん、うん。はい、はい。で、日曜日のゲームだったんで、群馬勝ったら暫定で5位まで上がれる、うん、と。はい。ですよね。プレオ圏内に一気に入れますと。うんうん、もう、他は終わってるんで。うん。っていう状況だったんですだから、ホームから、ホームチームからしたら、 相当、あの、大事な一戦です。そうですよね。2連勝中で10試合負けなしだったんで。うん、うんまあ。チームの雰囲気とか、そう、ね、そなんか、はい、あと夏休みの最後のホームゲーム。はい。前回のホームゲームで北関東ダービーだったんで1万人入ったらしいんですけど、うん。今回も5000人ぐらいは来るんじゃないかっていう。うん、なんかもう、お祭りムードというか、はい、あの、スタジアム外のあの、ね、あのおかかか、お祭りるところも、 いつもより多いなって僕はシンプルにで、なんか、ヨー,ヨー釣りとかなんかそういうのもやってて、うん、浴衣の方もいたりとか、うん、そんな感じだったんで、すごいいい雰囲気。うん、で、金沢の方は、あのー、残留争いか、うん、徳島と2ポイント差かなで、まだ32とかなんで、うんえー、勝たないとやっぱ勝ち点は欲しいよっていう状況だったんですけど。そうですよね。はい。 で、まあ、試合の内容よりも、その雷の状況で言うと、<laughs> は,いは,いはい、はい、はい。雨は降ってなかったんですよ。試合中は、その、ちょっと1時間前ぐらい降ってて、やんで、はい、で、もうそこから雨降ってなくて、はい。でね、はっきり言うと、20分ぐらいに僕の雷レーダーは反応します。前半20分ぐらいに <laughs>。雷レーダー、あの、群馬ってあれ、結構、室内じゃないですか、中継席。はい,はい、はい。 すごく、あのー、快適な、はい、涼しいし、雨も濡れないようなところで、ね、やらせてもらえるんですけど、はい、そこでもこれは何の音だみたいなニュアンスを僕は感じ取って、<laughs> はい、でも、あの、ガラス張りで、その、うん、室内なんで、うん、ちゃんとしたあれもわかんないですし、はい、でその後も、なんか遠くで光ったんですよ、一回。解説の中西さんとこう顔見合わせて <laughs>、<laughs> <laughs> これはまずいぞと。いうのが で,はい、で、その次ぐらいに、もうピカッてこう、声が。あ,あ、稲光が。稲光がもう完全に一回見えちゃって、はい、それで多分上も、これ、まあ、近づいてきてるっていうので、ピーってなって、はい。撤退したんですね。はい。はい、でね、そっからまあ、言うて雨も降ってないし、はい。まあ、中断かなっていう感じで入ったんです、本当に。はい、はい。え、そ,それほら、ちょうこさんね。 はい。あのねえ、じゃあ、あの、出身の方が、まあ、あの、笛鳴らして、中断しますで、こう、周りの、こう、お客さんとかは、避難とか避難してました。やっぱり、あの、コーンコースとか、うん、まあ屋根ないところの方は避難してくださいみたいなアナウンスも入ってましたし、うんうん、まあそっからピカピカもやっぱしてたし、音も鳴ってたので、うんうん、まああ、これもな、その、 なんでやんないんだとかじゃなく、もうこれはまあ仕方、うん、ないっていうか、まあその自然のあれだなっていうので、うん、みんなしっかり避難して待ってたんですけど、はい、僕もそんなにこんなに中止になるほどのものっていう感じじゃなく、一旦中断ですみたいな感じで思って、はいはい、1> で一回まあゾ像もあれ、はい、星系図も一回喋んなくてもいいですよってなって、はいはい、でスマホ見,見たんですよ。はい つったら、雨雲レーダーが前橋のとこだけ <laughs>、はい、そんな真っ赤になってるんですよ。まあ、これはよくあるんじゃないですか、はい、夏でね、夕方とか。あ、はい、りますよ。で、こう、時間をこうどんくらいでこれ抜けるのかなって動したら、はいに、その時30分ですから7時半過ぎとかですよね。9時ぐらいまでずっというんですよ。<笑><笑>え、そのあ赤いのが赤いのが。俺なんでこんな動かないのっていうぐらい、 ずーっといて、で、でもなんか、その J リーグの方みたいなのもそこにいて、いや、J リーグはウェザーニュースと提携してるんで、僕見てたのヤフー天気だったんですよ。ヤフー天気のレーダー見てたんで、あ、そっかそっかと。ああ、ウェザーニュースです。すいませんと。ジョークですよ。y a ヤフーニュースじゃないです。僕なんかいつもウェザーニュースで、ウェザーニュース見たんですよ。同じなんですよ。もう赤い塊が。それで、 あのー、やっぱ専門家にも聞いて、聞いていろいろ判断するとかって,ことって,て、まあそこから15分、20分らいですかね、50分くらい、7時半過ぎから55分くらいの時に、8時5分に判断しますと。はい,はい、はい。あと10分後にもう判断しますと。うん、それはもう出たんですね。そのビジョンに出たの。中、<や>中で。中の話の、はい、なんか運営が今、あと10分待って決めますみたいな。う で、多分もうその会場の時間とか、うん、細かいこと僕分かんないですけど。はい。で、でもそれを聞いて、大悟さんと中西英介さんは <laughs> で、ど、どっちに転ぶっていうのは、どんな、っちに転ぶはい、だから,ほら、中止なのか、はい。やるのか、二人のこう、雰囲気、気持ち、雰囲気的には。はい,い。気持ち的には、もう,もうこれは、もうや、いや、 その中止とかって思わなかったんで、<ー>もう今日日またぐね帰ったらとかって話をしてたんですよ。もうそれ覚悟しましょうみたいな感じで話をしてて、はいはい、中止をかどうか決めるみたいなことを言われたんで、8時5分ぐらいに。はいはい、中止かどうか決めるって結構もう中止に傾いてる言い方じゃないですか。<laughs> そうですね。はい、あ、その一択っすか、じゃあ。 いや、まあ、中止に決めるか、その雲が抜けてたら何分に再開するか。多分、まだ前半30分だったんで。そうか。もう20分ぐらい空いた時点で、これウォーミングアップの時間も絶対取んなきゃいけないし。うんうん、そうですよね。再開するって言っても多分、最速で決定してから15分後ぐらいじゃないですか。はい、スタートが。はい、8時5分に多分再開するって言っても、8時20分とかに前半30分がスタートして、 とかいろいろ考えたらもう、9時までは絶対行くなとかっていう時間が、うん、多分だ、わ、うん、かんないですけど、<laughs> それが多分ラスト判断。うん、もうできるって決めるか、もう中止かって決めるかっていうラスト判断なんですけど。うんはい、で、そっからもう、まあもうその辺ではもう正直これ中止かなって僕は思ってましたね。<ー>なんか、本当、はい、動かないし、はい、でもちょっと、 光とか音も減ってきて、うんはい、いけそうな空気もちょっとだけ感じましたけど、うん、で、なんかその、<Nice. S 1> で、な、中、中の話で言うと、はい、ちょっと聞こえてきたんですよ。中,、はい、中止っぽいですみたいな。はい、5分になって、8時5分になって。はい、でも、まだ言わないでくれと。なんかその、避、うん、難してるのがあるから、場内アナウンスと先にやって、うんうん、こっちのその、混乱がそんな起きないようにしますみたいなこと言って、 言ってたんですけど、もう一番先に群馬のスタッフの人が水片付け出したんですよ。たぶん、決まりが入ってたんですよ、うん、情報が。もう、一国さんに、ねな。中ではもうそ、そして、もうそのスタッフが片付け出して、はい、あれで分かっちゃうんじゃないですかって言ってたら、<laughs> 今度は、はい、あの、ゴール片付ける人たちが出てきて <laughs>、あの、後ろのラグビーゴールかなんかにこう、 ぶつかっても大丈夫だよな、あの、青いクッションみたいな、ポストとかに当たっても、怪我しないように。はいはい、あれ取り出して、はい、<laughs> これもどうになって <laughs>、中止の <laughs>、はい、運営側も、その、撤収側も、ね、雷もそうですかす、ね、いち早くこう、はい、撤収したわけですよ、はい。はい。はい。それで、まあ、すぐ2、3分後にもうアナウンス入ってたんで、はい、何のあれもなかったですけど、その時間はすごい面白かったです。はい <laughs> すごいっすね。はい、そこの2、3分が。はい。まあでも、そうだよ。撤収も危ないですもんね、だって。撤収もそうなんですよ。まあ、ちょっとずつその、光とかは減ってきてたんで、あれだったんですけど。はい、待っててもあれだしっていうので、まあ金沢の人がね、どうやって帰ったのかがすごく心配ではありますけど。そう、そうですよね。 まだからい、急いで帰ったらもしかしたら新幹線があったのか。うーん。でも、泊まりの予定だったのか。か全然関係ないのに、そっから僕は金沢まで車で行ったら何時間なんだろうとか調べた。うん。4時間半とか出ましたけど。あ、でも、でも、そんぐらいで行けるんですか。今、まあ、いいじゃあ意外と行けるっちゃとけるとね。 というとこもあるけど、でも日曜夜だからもう皆さんホテル撮ってんのかなとか、いろいろなことを考えましたけど、ね、まあ僕らなんてね、1時間半とかで2時間ぐらいで帰れますけど。そうなんだ。はい、そう、そういう中では、いろんなそういう動きがあったんですね。はい。いや、だから、そうですね。で、でも、あとそのハイライトも、最後、30分までのやるっていうので、やったんですけど、はいはい その30分までは、あんまり動きをまだなかったんですよね。はい、はいな。動きがない。あの、あんまり、まだ多分金沢シュート打ってなかったと思うんですけど。いや群馬もそんなにですかはい。サッカーの話だけちょっとさせてもらっていいですかあ,あ、いいですよ、いいですよ。はい。ちょっとだけせっかくなんで。はい。はい、30分なんで、こっからね、あの、どうなるかは、大会試合の日程でも全然決まってないですけど。 こういう形の並びでして。まあでもやっぱ、注目はこの辺ですよね。古巣。フルスですよね。右サイド。そうか。古巣のサイド。右サイドと、あとやっぱ新加入の,この左、うんうん、戻ってきた、あと大樹選手。はい、まあ,あ、こっちも左が新加入のスイングま選手。うん、まあここは中西ですけさんも注目に挙げていらっしゃってまして。はい、でもね、 30分までで面白かったのは、はい、結構あの、群馬がやっぱ最近ボール持つじゃないですか。はい。はい。それで、あのー、この前のその仙台戦なんかも、やっぱ3バックでこう持って、川上選手がちょっと内側入って、うん、これがなかなか仙台もはめられない時間とかあってですね。形ですよね、<で>群馬の。はい、はい。大月監督も、うちのビルドアップに対してどっか、 出てきたらどこか無理しないといけなくなるから、そこを見つければいい,いいんですみたいな感じのコメントをしてて、要はい、もうだからちょっと自信を持ってやっぱりやれてるわけなんですよ、はいで。そこに対して最初は結構ガンガンいったんですよ。あ、金沢かマイプレイ、マイプレイで。マイプレイで結構やっぱもうワンツーマン気味だったと思うんですけど、はいはい、ある程度こうそこで何回か引っ掛けたり、群馬があんま持てなかったりっていうのもあったんですけど、はい そっから徐々にね、一回、誰だったかなどっかから、やっぱでも坂井選手もこう自分で運ん,だやつのんですんのうね、こう脇受けてすっとかっていうのとか、のもうまいんで、はいはい、これで一回群馬が10分15分くらいかな、敵陣に入ってからは、ある程度セットプレイなんかも使いながら、作りながら、取りながら、 一回、まあ一番のハイライトはやっぱ佐藤亮選手が、この辺でフリーキックあったんですよ、一回。はい。前世の風間選手直接入れるああ、ありましたね。ありましたね。で、どっち行くかなと思ったんですけど。うん,うん。まあ角度的にも左。うん。足あったんで、佐藤選手になったんですけど、壁。これがまあ一番あれだったんですかね。そ,かそれで、 あで群馬がそこからちょっとうまく回し出して、うんえー、金沢もちょっといけないっていうか、はい、自陣でこうこういう時間もあったんですけど、うん、だけど、そこからもう一回、金沢がなんか何かをきっかけに、まあ、2人、豊田選手とかも頑張っていって、うん、何回か前へ引っ掛けたんですよ。はい、川上選手からのなんかこう横パスを奥田選手が引っ掛けるみたいなとか、そういうシーンを何個か作って、うん はっきり言ったあの雷がなければ、うん、うん、雷で困ったのは流れ的には金沢だった。あーそうだったんですね。何回か引っ掛けるシーンを作れて、うん一回豊田選手振ってもいいんじゃないかなっていうなんかいい形のところもあったし、うん,うん奥田選手引っ掛けて中へ折り返したの加藤純也選手がさ惜しくもされなかったみたいなのも一個あって、うん、だから、ちょっとこの雷でラッキーなのは、 群馬かなと思ったところぐらいで終わっちゃったんで、<ー>正直あそこで僕、10分15分の中断で大月監督がどう動いてくるのかとか、うんうん、結構柳下監督の近くにマイクがあって、うんうん、雷戻ってくる時ももうちょっと回そうとか、はい、個人個人になんか声かけても全部乗っててありがてえとか思いながら聞いていってたんですけど、<laughs> ななんもうちょっとこう回せるよとか、そういう感じのことを金沢言ってたんで、はい だからあれがどうなるのかで。で、うんうん、こっからどっかのタイミングで30分から再開になるじゃないですか。おそらくメンバーは、怪我とかなければこれでいいっていう形だと思うんですけど。そうなった時に、どういう展開を群馬がこうてくるのか,か。はい。ちょっと、ちょっと群馬、そのプレッシャーには苦しんでたと思うんですよ。あ、この時間帯はってことですね。この時間帯もそうですし、はい、立ち上がりのドンチップも。はい、はい。 で金沢は悪くなかったと思うんですけどね。だから、これを、まあ、またいろんな用意をすると思うんですけど、そういう意味では、今度60分間の試合になるし、そうですよね。ちょっとまあそういう意味では見どころというか、いつもと違う試合にはなるんじゃないかなと思ってるんで、うんうん、ま残念でしたけど、そうか。こうご期待というか。うん、そういうことですね。あとはあれですよね。はい、どこに入り込んでくるかですよね、この試合が。 強いと思なんですかね。よねまあ、多分、そう、なると思いますけどね。うん、そうなんだ。まあ。どう、どうでしたか僕たちが、こう、高校生の時から見てた、金沢の、梶浦選手は。梶浦選手、出場停止明けだったんですけど、はい。やっぱり、梶浦選手、なんか、生き生きしてますね。<ー>なんか、なんて言うんだろう。 まあ、カニラ選手って、運動量もあって、で、テクニックもあって、うん、ゴール前までも入っていけて、みたいなイメージですけど、はい、まあ、FC 東京でなかなか出番が、ね、うん、なくて、っていう感じですけど、なんかやっぱり思い切って、やっぱり人掴み行ったり、玉際いけたりするから、それなんかすごい自信になってるのか、やっぱ試合に出ながら、自信をつけてる感じもして。うん、そうなんですよ。 いいよかったと思いますけどね。だあれですよね。カナダのサッカーに本当はハマってますよね。ハ<う>マってるとますね。そうですよね。どんどん自信がつけてんじゃないかな。成長してますね、じゃあ。はい。でも、<う>あと僕は川本里央結構いいと思いますけど。来ますか川本里央もちょっと一皮むけつつあるんじゃないですか。本当ですか。まあなんかパートナーが平松選手じゃないですか。うん。あの、 2>, ね、2トップの。はい、だから、ここまあ2人ともガツ,ガツガツいきますよね、うん、この2人。河本、はい、選手も今の,そのプレスだと、群馬のハイプレス、思い切っていける、なんか迷いがなくなって、体も強いし、スピードもあるから、はいうん、一緒にガンガン行くそのい、群馬の最近の好調はこの2人、2トップ、<ー>4試合ぐらいこの2人なんですよ。うん、で、武選手も怪我から戻ってきたのかな。うん だから、より群馬はこのパワフル系2トップで、いい感じになって、川本選手もちょっと、もうちょっとボンボンとゴールが、なんか、セットプレーのこぼれとかからは決めてると思うんですけど、河本選手らしい、ね。そうですよね。まあ、パワフルに触れる選手だと思うんで。抜け出しとかからゴールとか来ると、はい、もっと自信つけちゃうんじゃないかなっていう感じがしますね。そっか。はい。 楽しみですね。はい。そういうことか。まあ、あとこの人は好調だと思います。豊田選手。あ、えー、トヨコプター。トヨコプター、トヨコプター。まだまだ、まだまだですよ。いや、めちゃめちゃコンディションいい感じ本当ですかはい。まだまだやってほしいですよね。はい。なので、どこに入るかわかりませんけど、6 0分間のそうう。そういう展開なんですね。続きを。 ぜひ、お楽しみと。いや、本当そうです、ねいや本当。こっからっていうゲーム、なんか、ある程度様子見て、んなんか、戦術的なやり合いをしてる30分だったんで、はい。はい、こっからメインディッシュだよ、みたいな感じの時を取り終わっちゃったので、本当に、ね、何が残念って、夏休み最後の。そうですよね。子供とか、例えば、ね、おばあちゃん家帰ってきてるついでにちょっと群馬行こうか、みたいな子がいたら、次は来れないでしょうし。そうですよね。 っていうのはちょっと残念でしたけど、ま、仕方ないですね。ま、仕方ないですね。はい。もう安全がね、一番ですからね。そうですね。はい。という、無理やり振り返ってみました。いや、あ、ちょっと、いいですか、これ。どうぞ。もう僕、ちょっと、こう付け足していんですけど。どうぞ。これ、群馬サポーが見てくれると思うんで、ちょっとこれ話していいですか。どうぞ。僕、ちょっと土曜日の、ちょ時間あったんで、J3 を見に行ったんですよ、僕。 CS3。J はい、相模原と YS。ほう。花田ダービーはい。で、そこで、あの、群馬サポに報告したいことがあって、ほう。岩上雄造は、ほう。めちゃくちゃ頑張ってましたという。相 <laughs> 模原に行った。<laughs> はい。もう、47番が、ちょっとこう、352の、こう、一万アンカーで、もう本当に。後ろ,後ろっすかいや、後ろじゃない、アンカー、アンカーです。アンカーか。はいはい。はい、532の、 中盤の真ん中で。あ、なるほど。真ん中に構えてるんだ。はあ、こう、講師に君臨してて、相模原は逆転勝ちしてたんですけど、こう、追いつくフリーキックは、はあ、岩上選手が蹴ったボールだったんで。<laughs> 天家の方と。はい、あ。元気で頑張ってましたし、で、キックオフ前は僕、はい、あ。見に来たよーって言ったら、抱きついてくれたんで。はい、あ。あ、じゃあ、岩上選手も見に行ったわけですね。そうです、はい、そうです。ちょっと見に,見に来たよーって言ったら、 嬉しいとか言ってくれたんで。いいんじゃないですかな、まあ、本当にそ。それだけ報告したかったんで。すはい。すいません。い,いえ。ありがとうございます。貴重な情報それだけ言いたかったです。田上原も、ちょっと勝ち出してますもんね。そうですね。劇的な。逆転勝ちは。逆転勝ちだったんで。いや、ここから、あの、戸田監督とも、こう、がっちり。がっちり握手。<laughs> えー、ガッチリああアクションしてたんで。はい。ガッチリ。ガッチリガッチリ。はい。ここから上に行ってほしいなと。結構だから中段でも、結構だから、ん坂野選手とか取って、あと東選手、ほら、テオコさん。東京から、石東京から。東選手ね。ディフェンスね。はい。はい。はい、で、後ろも。天テ選手ね。はい。鏡山出身なんですね。はい。 だから、新戦力は、噛み合ってるなっていう。全然関係ないですけど、斉藤せ奈選手もいますよね。あ、います、ね、斉藤せ奈選手も、だから、瀬の間選手と、ツートップで組んでて、まあ、得点は取れなかったですけど、こう、なんですかね、やっぱり、こう、せのま選手とうまく、なんやっぱこう、セカンドトップ気味にいろいろこう、動きながら、はい。っていう、はい、こう、いい動き出しはしてましたし、うんそういう、なんだろう、こう、進化2組が、徐々に、 フィットしてるんじゃないかなっていうところで、ね、うん、勝つ点も取ってるんで、相模原も期待したいなと。そういう中でも岩上裕堂は頑張ってました。それ大事ですね。はい。そこだけはお伝えしたかったんで。ありがとうございます。ありがとうございます、太郎さん。ありがとうございました。はい。ということで。はい。ありがとう。ありがとうございました。<laughs>